こんにちはゆるのりです今回はね僕のマイカー事情についてねお話ししたいと思いますまし、あ、よかったら聞いてってくださいはいまずですね ZRV が間もなく納車になります間もなくというかようやくなんですけども昨年の9月8日申し込み開始日に行ってですね契約したんですよね EHV の Z4WD ブラックパールこれ申し込んでまあ、納期は大体1年ぐらいかなって言われてたんですけどもやっぱりですね1年かかりました 今年の9月7日にですね、工場完成予定で、で、まあ9月14日にですね、納車になりそうだということですね。いやー、長かったですね。もう僕1年って言われたんですけども、まあ大体僕の車人生で、カーライフの経験から言うとですね、大体まあ2、3ヶ月早くなることが結構多かったんで、 まあもっと早いのかなと思ったんですけどもこれでもね1ヶ月短くなったんですよまあ1年ですよちょうどだからうーんようやく納車で、まあ、納車までの儀式がいろいろあるんですよまあ、儀式っていうかいろいろやるべきことね印鑑証明の提出とかね必要な書類に記載と夏印。う印、ん、これはまあいろいろ書類やってこれやってきましたもう最近はねマイナンバーカードがあれば印鑑証明コンビニでね 分で取れます役所よりも半分ぐらいの価格で取れると思うんでやっぱりこっちの方が楽でいいですね。これ最近のやつじゃなきゃダメなんでね契約した時よりもあの納車になるちょっと前のぐらいの方がいいですねこれ。であと頭金振込と任意保険の加入が必要になります。これはね頭金振込は納車のね直前でもいいって言われたんですけどもあと任意保険の加入はこれねナンバーがつかないとダメなんでナンバーを。 ついたらですねそれを送ってもらってですねそれでネット保険に僕は加入してるんですけどもはいちょうどやっぱ1年経ちました1年経つとねやっぱいろいろちょっとずつ変わってるわけです僕のねホンダのね営業さんがねもう変わりましたね男の方だったのがですねその方ちょっとなんか事情があって辞めてですね女の方に変わりました。 で、諸費用なんかもね、契約した当時とはちょっと違ってて、微妙に値上がりしてます。うん、本当に、それは数千円ぐらいなんですけども、まあ、この辺が変わってますと。あとは、まあ、僕の個人的なことではですね、ずっと後に契約したロードスターですね、これもどうしても欲しくなってですね、もうロードスター病になってですね <laughs>、勢いで申し込んだんですけども、これがね、ずっと先に納車されたんですよね。3月に契約したんですけども、 6月に納車されたと。3ヶ月でやってきちゃったと。そういう形ですね。で、まあ、ZRV 発表契約時の興奮はもう、ちょっとね、冷めましたけどもね、ちょっと <laughs>、情熱っていうのかな、そういうのがちょっと薄れましたけども、まあ、でも、とにかく納車がね、近づいてくると楽しみですよ。うん、所有したらどんなね、走りを味わわせてくれるのかなとかね、うん、どんな。 体験をさせてくれるのかなっていうそういうのが楽しみ、うん、はいそれとは別にですね新型 NBOX も契約したんですよね僕 <laughs> これはねやっぱり8月4日この日が申し込み開始日なんですけどもこの日に行って契約してきましたもう出るって決まった時点でね申し込むって決めてたんでカスタムターボコーディネートスタイル白単色ですね、うん、それの肉 これはでも本当さっきも言ったようにですね、もう出たら買うって決めてました僕 YouTube チャンネルね、NBOX で始めたんですよね。現行の NBOX、もう先代になりますけども、それを買うところから始めて、まあちょっと事情があって手放しちゃって、まあシビックに変わったんですけども、まああの次の NBOX が出たらもう買うって決めてたんで、もうこれはね、自分の中では義務 <laughs>、義務だと思ってたんで、もうこれはね、もう早い。 がいいと思ってですね申し込み開始日に行って申し込んだんですよ。そうしたらね納期が確定したんですけどもめちゃくちゃ早かったんですよね僕の。<laughs> 9月下旬にねもう工場完成するらしいですよ。うんそれでもう納期がね下手すっとあの発売日前になる可能性があるって言われたんですよね。<laughs> 8月7日の段階ではですよ。9月下旬から10月上旬と伝えられたんですよね。 いや、これはね、本当にびっくりしましたね。だからもう確実にですね、発売日、10月6日かなうん、には納車になると思うんですよね。いやだからね、これね、ZRV 納車後2、3週間でね、新型 NBOX がやってきちゃうってことになります。うん、それ聞いてちょっとね、僕頭がパニックになったんですよ。 いやー、これね、ZRV がね、だってこんなに納期が長かったんで、まあ、新型 N-BOX もね、多分、少なくとも3、4ヶ月待つんじゃないかなと思ったんですよね。うん。まあ、あのー、その高低差 <laughs> ?ZRV のね、納期の長さ新型 N-BOX の僕の場合、納期が非常に短くてですね、その高低差で頭がね、キーンとしました。<laughs> どっかのギャグじゃないですけども。うん でもうね下手すっと本当にもうちょっと ZRV が納車が遅れてたらですねもうほんと同時期になってたんですよねうんだほ,ほぼ重なってますけどもね、まあ、こういう人はそうそういないと思うんですけどもまあそういうわけなんですよまあそこで一つ思ったのがですね同じ予約開始日なんですよね両者ともそれも同じ時刻ですよ僕,僕だって昼休み行ったんですから平日の。 1>, だから1時ぐらいだったと思うんですけどもその日に押し込んだのにどうしてこうも納期が違うのかとこれをまあ考えられるのはね1年経って半導体不足がかなり解消してきたっていうのとかなり生産台数に違いがあるんだろうなっていううん、まあ、ZRB はかなり少なめなんでしょうかね、まあ、どっちかというと趣味的な車で N ボックスみたいな生活に密着した車をバンバン作ってるのかなっていう。 生産台数の違いなんかがかなり影響してんのかなっていう、そんなふうに思ったんですけども。はい。まあ、これね、このままでは僕のカー事情、マイカー事情がかなり厳しいんですよね。もうすでに3台の車があるんですよ、僕んち。贅沢なことに。フリードのハイブリッド G とシビックの EX、今の現行のシビックの EX っていうグレード。ロードスターですね。これも現行モデルですけども。この3台。 でここに ZRV と NBOX が立て続けに納車されたら5台になっちゃうんですよ。まあ僕ん家はですねもう山ん中みたいな感じでですね駐車スペースはもう全然問題なくあるんですけどもさすがに5台になるとねローン代が相当な額になるんですよ。もうそんな僕はね一括で払えるだけの余裕はないんでもう全部残価設定ローン基本で組んでますんでこのローン代がやばいと。 うんまあ、YouTube の収益なんかをちょっと当ててたわけですけども全然 <laughs> そんなもんじゃとても追いつかない <laughs>、うん、で保険料なんかもねこれがバカにならないんですよ5台になると、うん、その任意保険の代金とかねあといろいろねアクセサリーとかね、うん、スマホホルダーなんかも全部つけなきゃいけないしね、まあ、面倒だしお金もかかるってことで,ですね僕は3台を維持したい堅持したいなと思ってるんで まあ必然的に車をね2台手放さなきゃいけなくなるんですよ、うん、2台やってくるわけですからねそうするとまあ僕はね所有期間が長い順に手放そうって決めてますんでまあ ZRV が来たらですね一番まあ所有期間これ2年乗ってるんですけどもフリードこれと入れ替えようかなっていうふうに考えてますまずはね で、新型 n b o ボックスがその後来ますんで、そしたらね、今度は Civic になっちゃうんですよね。Civic が1年半ぐらい乗ってるんで、まあ、それを入れ替えようかなっていう。うーん。まあ、かなり普通の方からするとね、あの手放すまでの期間は早いかなと思うんですけども、まあ僕、最近はですね、どんどん新しい車乗りたいなと思って、それを発信していきたいなと思ってるんで、そういう感じになってるんですよね。 まあ、シビックね、ちょっと、もう少し乗りたいなと思ってたんですよね。うん、あと半年ぐらい乗りたいなと思ってたんで、ちょっと未練があります。うん、まさか NBOX がこんなに早く来るとは思ってもみなかったんで、こういう事態になっちゃったわけです。で、まあ、フリード今回手放すんですよね、最初に。これのね、売却方法もちょっと簡単に、うん、お話ししておきます。今回はね、モーター。 これビッグモモーーーータタじゃないいでですすよよっていう会社があるんですよ最近名前聞くかなと思うんですけどもここにお任せすることにしたんですよねこのモーターっていうのはですね一括査定方式をすごく、うん、宣伝してると思うんですけどもまあこれ上位3社と交渉する、うん、そういうのを取り扱ってる会社だと思うんですけども実はですねオークション方式みたいなのもあるらしくて、うん、僕はねどっちかっていうとこっちの方が高く売れるって聞いたんでオークション方式を選びました 来週にもですねオークションに出る予定なんですよ。この前あの査定員の方が来てですね写真を50枚ぐらい撮ったんですよね。それでいろんな話聞いたりそれ情報集めたりしてですねそれをもとにですねネットに出すわけですよね実写を持っていくわけじゃないですまずは。それをねオークションにかけるんですよねそのネット上で。それでなんか売却価格が決まるらしいんですけどもそれまた決まったらあのここでお話ししようかなと思ってますけども。 これ最後のまとめですね。まあ、車にも出会いと別れありますよね。で、いい車との別れはちょっと名残惜しいんですけどもまあ、その所有してたですね。経験とか思い出っていうのは一生残ります。それでまあまたね。どうしても欲しかったらうん。また買い戻せばいいかなって僕は思ってます。うん、またその車のですね。子孫っていうの <laughs> まあ。マイナーチェンジとかフルモデルチェンジしたらね。 例えばシビックだったらまた僕持ちたいなと思ってるんですけどもうんそういうふうに、ね、割り切って考えてますでまあその経験とかねいろいろ体験したことをですねまた発信していきたいなと思ってますねはい最後までご清聴ありがとうございましたわかるわ役に立ったわと思った方はグッドボタンだけでも押してもらえると助かりますそれでは失礼いたしますさよなら